皆さんこんにちは、みきです。今日は今流行りのスヌーピー巻きをご紹介していきたいと思います。最近結構 SNS でもスヌーピー巻きって皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと下の方にボリュームが出る、A ラインの巻き方ですね。こんな感じでスヌーピーの耳みたいなタポンとした巻き方、これを最近巷ではスヌーピー巻きと、呼ぶらしいです。私もちょっと最近知ったんですけれども、このタポンとした、カールがすごくね可愛い巻き方になっているので、今日はこちらをご紹介したいと思います。はい。で、今日はストレートアイロンでの巻き方とコテでの巻き方2種類ご紹介していこうと思うんですけれども、持ってる方のアイテムを使ってやってもらえればいいかなと思います。私は今ね顎下のボブなんですけれども、髪型がこうパツッと一直線に揃ってる髪型であれば、私より短いボブでも逆に長い鎖骨ぐらいのロブだったりとか胸ぐらいのロングだったりしても巻き方は全く一緒なので、ぜひ長さが違う方も同じように巻いてもらえれば、可愛くできるかなと思います。はい、それではやっていきましょう。スタート。はい、ではまずストレートアイロンのやり方からやっていきたいと思います。用意するものはストレートアイロンと、あと何でもいいので、ヘアクリップですね。とりあえず髪の毛が挟めればどんなものでも OK です。この2つを用意します。できればですね、しっかりこの挟む幅があるもの、持ち運びできるちっちゃいストレートアイロンだったりとか、カールとストレート両方できる一体型のやつだと結構ね、ここのプレートの幅が狭すぎたりだとか、挟む力が結構ね弱かったりするので、私はちゃんとこのコードがついている一般的なねストレートアイロンが一番使いやすいかなと思います。ストレートアイロンで全然うまくできないっていう方に、どういうの使ってますかって聞くと、そういったコードレスのちっちゃいやつだったりとか、カールとストレート両方できますみたいな 2way のねもの使ってる方多かったので、私のおすすめとしてはちょっと大きいですが普通のストレートアイロンがおすすめです。ということで早速やっていきます。まずですね、髪の毛を上下に分けます。鉢って皆さんわかりますか？正面から見た時に自分の頭を触ってみて、ちょっとボコってなってる一番出てるとこですね、だいたいそのラインから上と下で2分割します。こんな感じで上の毛をちょっと止めておきます。そしたらこの下の毛をまず外跳ねにしていきます。で、ストレートアイロンのいいところは、この真ん中のね、中間の癖を伸ばしながら毛先にカールがつけられるっていうことで、特にこの分け取った下の髪の毛ってこの中間のボリュームはすごくいらないところなので、ここをストレートにしながら毛先だけくるっと巻く、こんな感じです。で、ここ中間ストレートにするときに、あまり横にこうやって出しすぎちゃうと同じストレートでもボリュームが出やすいので、私のおすすめはなるべく下の方に引っ張りながら、ストレートにしていくっていうことです。はい。で、毛先はくるっとちょうど180度ぐらいストレートにしながら半回転くるっと返していく感じです。これがベースの下の毛の巻き方になります。ちょっと自分ではやりづらいんですが、後ろも同じように分け取って同じように巻いていきます。ボブで襟足が短い方はこのブロッキングだと少し巻きづらいので、耳の下ぐらいでもう一個分け取ってあげると、ざっくりでいいんですが襟足が巻きやすくなるので、こんな感じで襟足だけ取って巻いてあげます。逆側も同じです。中間をストレートにしたら毛先は180度まっすぐ入れたら、これをくるっと90度から180度、はい、これはもうカールの強さはお好みなんですが、こんな感じで私は180度ぐらいくるっと返しちゃうことが多いです。結構失敗しやすい方はカールをつけるとき、最後くるっと返すときのスピードが遅い方、カクカクしちゃったりとか、あとはこのカールがグイーンってもっとこうなっちゃう方いると思うんですけど、そういう方は最後のこのアイロンをくるって返すスピードがねちょっと遅いかなと思うので、アイロンは止めずにずっと通過させていくイメージでやってもらえるといいかなと思います。こっち側も襟足の部分同じように分け取って巻きます。はい。で、一周こんな感じで外跳ねにしたら、さっき分け取っていた上の毛を下ろします。で、今度はこの上の毛は内巻きにしていきます。同じように癖を伸ばして、で、ここ内巻きに
していくんですが、この時のポイントも一緒で、あんまり上に持ち上げてぐるーっと大きな円を描いてしまうと横に大きなボリュームが出てしまうので、なるべくストレートにするときは下に引っ張りながら最後毛先だけくるっと、下に引っ張ってまっすぐにしながら最後くるっと半回転してあげる。この繰り返しです。で、最初にね、ちゃんと上下に分けて、取ったと思うので、さっき巻いたこの下の部分を間違えてね、内巻きにしちゃわないように、上の毛だけをしっかり巻くようにしてください。右利きの人はね、右側が巻きづらいって結構ね、皆さん言うんですけど、ここは頑張って。私はこうやってね、下から、こんな感じで巻くんですが、手を上から回して、こうやって巻く人も、いると思います。はい、私はしっかり左側巻いた時と同じようにしっかり左手でグッと押さえて右手で巻く。はい、で後ろは左手を上から持っていって右手で巻くっていう感じがやりやすいかなと思います。はい、いい軽がつきました。で、私は前髪をですね、こんな感じでちょっと流したいので、この巻き方もやっていきます。前髪を2つに巻きます。今度はコテを縦に持って挟む。で、これを後ろに半回転。はい、そうするとこんな感じで自然なカールができると思います。はい、同じようにここも縦に入れて後ろに1回転。この時にちょっとずつね、手も移動しながら後ろに、はい、毛を抜いてあげるといい感じに巻けるかなと思います。同じように下から、はい、こんな感じで巻いてもいいですし、私は結構ね、この下で巻くのがやりづらいので、手を上から入れて、で、後ろにくるっと、後ろに巻きます。はい、こんな感じで全部の毛巻けました。で、おすすめのスタイリング剤としては、オイルかバーム。私は結構ね、髪の毛乾燥するので、オイルを使っていきます。しっかり全体にくまなくつけていきます。やっぱり巻く時もそうなんだけど、後ろってね、すごく見えづらい部分なので、結構スタイリング剤も後ろがね、全然ついてない方結構ね、いたりするので、後ろは特に気持ちたっぷりめにつけてあげるとしっかりね、つけ漏れがなくつけられるんじゃないかなと思います。で、最後に巻いたやつを手で整えて、はい、こんな感じでスヌーピー巻きの出来上がりです。巻き方としては本当に外巻きと内巻きっていう感じなので、めちゃくちゃ簡単です。前髪はちょっとだけね、コツがいるんですが、この後ろの毛、今言ったようにしっかり分け取ってもらえれば、すごくね、巻き方としては簡単なんじゃないかなと思います。ストレートアイロンのいいところは、このカールの強さを自分のね、手の返し具合で強めたり弱めたりできるので、コテって同じ大きさのカールしか作れないんですけど、もうちょっとこのカールグリッとしたいなとか、もうちょっとこのカール緩くしたいなっていうのを自分で自由に調整できるので、それがすごくストレートアイロンのいいところかなと思います。あとはまあ中間のここのね、癖を伸ばしながら巻けるっていうのがストレートアイロンのすごくいいところかなと思います。はい、そしたら次はコテでやっていきます。今回私は 26mm の、コテを使っていきます。で、コテの太さは太ければ太いほどカールの力が弱くなるので、結構くるっと巻きたい時はちょっと細めのコテを使っていくといいと思います。だいたいワンカールする時は、ショートから肩ぐらいまでのボブは私は 26mm がいいかなと思います。それより下の鎖骨だったりとか胸上ぐらいになってくると 32mm、 胸上から胸下は 38mm っていう風に私は使い分けていつもコテ使ってます。今回は顎下の長さなので 26mm でいきたいと思います。はい、でさっきと同じように鉢のラインですね、止めておきます。コテの持ち方、親指でここをパチパチ開いたり閉じたりしますね。で、他の手で握ります。そしたらまず親指を内側にして、こんな感じで挟みます。で、挟んだらゆっくり、回転させていきます。はい、こんな感じです。とてもやっぱり一つのところで途中でね、止めてほしくなくて、ずっとこうくる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 っと回しながら、動かしながらやっていくのがコツかなと思います。挟む。で、下ろしてきたら、くるくるっと回しながら下ろします。親指が内側から始まったと思うんですけれども、これがだいたい終わった頃には、180度から
この辺まで私は行っちゃうことが多いです。はい、そうするとくるっとしたカールができると思います。短いボブだったりとか、まあ私もそうなんですけど、結構襟足が短い方はここはコテでやっちゃうとやけどが危ないので、ここだけはね、できればストレートアイロンだったりとか、それでもコテでやるって人は本当に気をつけてやってください。あのやけどの跡ついちゃうので、はい、気をつけてください。今度はこうですね、親指が内側になるように持ってくるっと回します。はい、こんな感じ。コテもそうだけど、ストレートアイロンも右利きの人は右側が、左利きの人は左側がすごくねやりづらいと思うので、とりあえず親指を内側っていうのを覚えたら、前からこうコテを入れてもいいし、逆にやりづらかったら後ろからこうやってコテを入れて、はい、巻いてもいいかなと思います。上も同じです。さっきと同じで内巻きにくるっと、はい、巻いていきます。コテに関しては外巻き内巻きの方向がね、あの最初慣れるまではちょっと難しいかなと思うんですが、慣れてしまえばこういう均等なカールが簡単につけられるので、慣れてくるとコテの方がこのスヌーピー巻きに関しては綺麗にできるんじゃないかなと思います。はい、で前髪さっきと一緒です。二つに分けて、コテを縦に入れて、後ろに巻く。はい、こっちも同じです。よいしょ。右側も同じで、縦に入れて、後ろに巻く。毛量が少ない人は、二つに分けずに、一回でガッとやっちゃってもいいかなと思います。はい、こんな感じです。さっきのストレートアイロンのものよりも、カールがね、しっかり出てるかなと思います。なんか弾力のあるカールっていう感じですね。オイルをつけていきます。私はすごくね髪の毛乾燥するのでオイルが使いやすいんですが、結構髪の毛ボリューム出づらいっていう方とかだったら逆にバームの方がいいかなと思います。はい、コテで巻いたスタイル出来上がりです。どうでしょうか。私は個人的には結構最近はクリッとしたあのカールが好きなので、コテ巻きの質感の方があの自分的には気に入ってます。はい、でもまあストレートしか持ってない人もいると思うので、まあ、そういった方はさっきのね巻き方を見てぜひやってみてください。でアイロンの温度なんですが、私は今だいたい160度でやってたんですけど、もちろん低ければ低いだけ髪へのダメージはないので、まあ、140度だったり150度で、しっかり跡がつく人はそれでもいいですし、跡がつきづらいっていう方はもうちょっと上げて180度とかでやってもらってもいいかなと思います。まあ、できるだけねやっぱりあの高い温度は避けてもらいたいので、180度以上ってなるとちょっとやっぱ髪の毛の負担がね結構ね出てきちゃうので、まあだいたい140度から180度の間ぐらいがいいかなと思います。こんな感じで今日は最近話題のスヌーピー巻きを、ご紹介していきました。で、まあ私はこんな感じのボブなんですが、この毛先がパツッと揃っているスタイルであれば、もっと鎖骨だったりとかロングでも巻き方は全く同じになってくるので、自分のスタイリングに飽きた方やってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。